それでは交通機動隊白バイ隊員による、まずはじめにデモ証拠を見てもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、左から出てきましたのは CB1300 白バイ隊員小日向隊になります。どうぞ。高市選手、内村選手、最後に宮下、気をつけて、かっこいい白バイ、デモ走行、よろしくお願いします。
待ちません。違反者の追跡の、違反走行等を見てもらいたいと思います。しばらくお待ちください。ちょっとしばらく準備してますので、この間に、また違うバイク出てきましたけれども、ただこの走行等を説明しながら見てもらいたいと思います。CRF250 というホンダのバイクになるんですけども、災害とか台風、それからね、土砂災害とあれば、緊急援助隊として、交通機動隊も出動します。その際、こういうオフロードバイクで災害地と、情報発表するためのバイクで、このバイクに乗れるように訓練に励んでおります。全面アップのウィリーしてます。そうもこれで重たいバイクでも超えられるようにしっかりと上げられるようにしております。特に白バイクが重い警察機を出してもう市販の CRS そのままの状態です。簡単に見えてやってそうですが、かなり重たいバイクで、また、バイクに興味ある人は、練習してやってもらえると思います。怪我しないようにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、違反者の追跡の措置を見てもらいたいと思います。それでは、行きます。左から、バイクの悪そうな違反者が来ました。停止させましょう。悪い。応援が来ました。全然倒れません。2回目の一日ステージ自然運転です。ミルボン走行運転します。くるくる回っております。全然止まれません。はい、止まる。頑張れ。くればいドライブ中止まってください。あれさっき見たような光景が。止まる。止まる。全然止まりません。違反者、こちらの状況です。警察線です。全然止まりません。実は同館の元国会議員大変態であります。逃げました。
関連となります。悪い悪い人、なんか乗っちゃってきた。お願いします。はい、午前3時5分交通、道路交通法違反で現場になりました。はい、ありがとうございました。以上で、